はい、次からやっていきましょう。皆さん、ライチャー赤い魔導士と申します。前回の続きから、前回は、確か、まあ、どっかに侵入しようっていうところですよね。で、ごめんなさい、ちょっと、別の配信をしたときに、ちょっと音声をいじってしまったために、前回とちょっと、まあ、音声が違うかもしれないんですけど、もしうるさかったり小さかったりしたらごめんなさい。多分声は大丈夫だと思うんで、ちょっとそこはちょっと我慢していただいて。はい、こっから。さあ、ミッションスタートだぜ。アサルト。はい。で、ブツは何だったっけ？あ、白太郎、白太郎。だから前回は、何だったっけ？あ、そう、パソコン乗っ取られたっていう話だね。はい。ん？おい、こっちはパソコン乗っ取られてんねんで、買ったばっかりやのに。ほら、ほぼ新品やったんですよ。しかし。はい。あー。ほう、企業様の間、僕ぐらいしか完璧に覚えてる人はいないと思ったのですかと。はい。さすが、スパイ。何でも知るな。まあな。あ、疑ってるんや。先輩を疑うなんて感じしないぜ。まあまあまあ、万が一はね、一応万が一ということもあります。はい。認識の浅いものをむやみに信用しませんよ。まあ、そうか。ダブルスパイ。あ、ダブルと一緒に、いたなんてことになりたくないですか？信用しないな。はい。スパイとしては優秀ってもんだが。あんまり尖すぎる友達なくしちゃうぜ。大丈夫、僕はね、友達がね、いないよ。何言ってるんすか。友達が多いより裏切り者が少ない方がいいでしょ。おー、これ俺の名言にしようかな。友達が多いより裏切り者の方が少ない方がいい。だから友達作らない。はい。オーケーオーケー、いいんだ。よっしゃ。はい、侵入捜査を始めましょう。レッツゴー。あ、そうか。レッツゴー。そうか、そうか。そや、ここ、敵だ。敵。敵の会社だ。そう、そうだ。なんか、電話で言ってたり、なんか、警備がきつくなってるんやったっけ。まあまあ、企業スパイなんて犯罪ですからね。まあ、ぶっちゃけスパイがね、ダメだからね。ダメなのか。まあ、ダメなのかだよね。うるさいな。さあ、大丈夫なのか。まあまあ、入り口にはロックがかかっている。おお、常識的な割とよく。はいはい。お、早い。おお、うん、手早い。すごい、さすが。どんな電子ロックでも解除できちまうんだよなと。はい。ねえ、すごいね、最近のやつは。ああ。交際スカム案外単純ですからね。マジでやってみようかな。通信販売やってないから。通信教育やった。お、こりゃすげえ。一体一分にどれだけあっち系の画像を集められるって言うんだ。そんな時、こんな時にそんな話をすんなよ。でも便利そう。一分間にですか？そうですね。答えるんかい。うん。いや、やっぱり答えへんか。何をしてるんか。真面目にやってください。まあ、いや、プライベートな話じゃなくても今のやつは答えたほうがないけどね。はい。穴のこの鍵、あー、ピッキングかな。あ、昔から南京錠だな、ほう。あ、壊すな。バキっていくな。え？あ、ピッキングしたんや。さすが、任せろよ。あ、ですよ。はい。そうだね、うるさいよね、こいつ。くそ、適当なこと言いやがって。はい、ロビーに出ましたね。はい。にょ、警備員。おー、センサー。
はい、そうです。セキュリティの恐ろしい仕掛け。ほう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 。まあ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 、これはクールイベントがあるのかな。はい、あ、2つのタイプがあります。はい、物体探知型と音探知型。はいはい。物体はまあ、まあ、音はなったらあかんけど、あ、さっと投入権も管理されないんだ。へえ。音はスロットいけば、ほうほうほう。まあね、どっちが分かる、どっちかには引っかかるって。そうだね。あ、セーブしよう。じゃあ、はい、念をかけた重大な、あ、重要な、選択です。大げさな、大げさじゃないんだよ。多分触ったらゲームオーバー的な感じやろ。何をそんなに心配してんだ。捕まりそうやね。え、どう間違ってもセーブ&ロードにギャリアスしてるだろうが。え、作者こういうこと言っていいのか。そうだろう、そうだけどさ、俺もするけどさ、ゲームの世界でしょ。そっちゲームの中に入ってるんでしょ。おい、プライベートの話以上にやめてほしいです。その通りだ。ということで、あ、はい、選択肢スパイゲージ。はい、アサルトスパイは、画面上部のスパイゲージが、プレイヤーナイフを放します。これか、これのことかな。はい、周囲に見つかる怪しまりの行動を取るとスパイゲージが減少します。はい、選択肢ではそれを踏まえた選択をするようにしましょう。はい、青が音感知センサーだったかな。うん、ああそう、あ、言ってくれた。あ、あれ、なんかすごい便利、なんかすごい優しい、忍び足。はい、センサーの場所を特定するため電池発見先で。はい、いい、歩くなよ、ゆっくりやぞ。ああ、もうそもそも分かってないの。もうこのサメ島細けえな、アサルは。まあどうせ1/2、うん、間違えてもその次はその逆が正解なんじゃねえか。はい、そうだけど、そうだけど、いいわけないでしょ。そうだぞ、捕まっちゃうぞ。もうこいつもうもういいのか、こういうメタ発言はいいのか。うん、ゲーム、うん、ちょっと鮫島さん、おーおお、行った感じ。あ、よかったよかった、やった。おお、なんかもらった。何これ、なんかコインもらった。やった、セーブしよう。オッケー、さすが。まあまあまあ、次は赤か。はいはいはい、分かった。で、だからさっきが、忍び足だから、今度は駆け足か。はい、よいしょ。あ、ええ、どういうこと、どういうこと、あれ、俺間違えた、え、間違えた、え、まさか、え、なんか、うわ、間違えたか。色とセンサーの関係、あ、え、俺正解を選んだ、あれ、え、まさかやと思うけど、前のセンサーが青で音感知やったから、赤はその探知、物理探知機であろうって、でプレイヤーを思わせて違うかったっていう、そういうトラップ。すっげえこのゲーム、もうゲームって言わないでください。そうだそうだ、そろそろ、セキュリティなんだ。ゲームの世界観を守ろう。
そうだそうだ、悪い、ほんまに悪いと思ってるんか。そうだね、色から特定できねえ。どうするやろ、なんか頑張れば赤くなったり青くなったりできるのかな。ないんだ、勘なんだ。もうなんかスパイとしてはなんかちょっといろいろ抜けてるんじゃね。はあ、まだしんどいけどさ、頑張ろう。借りて、笑顔で言うなよ、借りてて。行きましょう、レッツゴー。誰、ザコとはまたバサイ言ったっけすね。誰、え、誰、今のは何、 CM？ すごいなぁ、面白いなぁ、実況的にはすごい盛り上がるなぁ。はい、あ、見張りの方、はいはい、任せろよ。おい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 、俺が逃げてやるって。待て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 、もう諦めてるやん。まあ頑張りますよ、こっちは。はい、下調べは会社資料は、はい、の棚はこの辺で、はい、管理者のパソコンはなんか規模打たなかのかな。始めていいんじゃね。はーい、はい、ハッキング、はい、うん、何、何の趣味、拷問。ああ、そうかそうか、はい、あ、ロックかかってなかったんだ。はい、問い合わせも問題なかったんですが、あ、なん、うわー、部屋の片付けできてないとこういうことがあるんか。いいのか、まあ全部、まあまあまあ、そうすると外れはないからね。まあそうか、一回取ってしまえばこっちのもんやからね。はい、気分を心配するな。待て待て待て、人の気配なんてねえし、もしかして費用の費用消し、警備、会社の警備なんて誰も してねえんじゃねえかって言うとさ、言うとさ、フラグなんだよ。もう、そんなフラグのこと言ったらさ、なんか点々でも怖いしさ、やっぱりか。やめちまさん、セーブしとこう。はい、多分そうだ。あ、はい、どこに、え、どこ、何、あ、緊急イベーション、はい、アサルが危機的状況に陥ったときに、緊急、イベーションが発動します。はい、画面に表示される、指示に合わせて、キーを押してください。あ、よし、頑張るぞ。成功するとその状況を回避することができます。はい、スパイゲージが大幅に減少します。頑張ります。では、あー卑怯な男や。2、1、 F5、 OK、 よし、アサルステルス。あー怖っ。おー、何、おー、巌流島、巌流島じゃない、毒巌流や、巌流島は島だ。うん、よし、はい、誰もいませんよ。はい、不用心なんですね。ここ、ドアが開いてるじゃないですか。敬語なんだね、こんな、そんなちょっと怖そうな顔しといて。ふう、間に合った。アサル、無事か、無事です無事です。はい、隠れるポジションは確保しました。え、もうまたか、なんでや、ん、なにこれ。はい、ところで、はい、姉子の噂知ってます？誰？態度の大きな女ですか？
なんか右の人の髪型が、なんかそのか遊戯王のどっか忘れたけど、なんかおいデュエルしろって言ってる人の髪型に似てるな。名前忘れた。はい、自分じゃほとんど見割りしませんよね。お化けが怖いのかな、なんだか知ってます。意外に普通やった、どうしよう。あーやった、当たっちゃった。イエイ。どうやらお化けみたいなものがすごい苦手らしいんです。あーお化けが、あー強気な性格な子が実は、お化けが嫌いだったと。ギャップじゃん、燃えるじゃん。へえ。わやった、重要なもの聞いた。お化けなんて見た、でもどうするんやろ、お化けに変装する的な感じなのか。誰もいない廊下っていうのは分かっ、結構私でも怖い時ありますからねと。はい、 B さんも怖い。まあ真夜中のねビルとかそういうのは怖いわな。わお、 A さんがなんかからかい始めた。何もお化けだけじゃないでしょ。あーまあ俺そっちの方が怖いかな、お化けより。そうですね、潜んでるという家は確かにいますね。まあ今俺がいるからね。え、何やばい、ええどう、あーなんか嘘っぽいな。いや、A さん。あー、嘘っぽいな、こいつ。ほら、霊感って言ってるもん。俺、いるもん。霊じゃないもん。怖くなんかないんですが。お、B が可愛い。どうしたんですか？気をつけた方がいいですよ。会社にはリストラにあった腹いせにオフィスで首吊り自殺をした社員がいまして、はい、その例が今でもここにいるっていう噂ですからね。もしかしたらあそこにいるあいつが。冷静に突っ込むね。早くどっか行ってくれねえかな。姿勢を変えて、あー怖いぞ怖いぞ。そんなことするとさ、なんか落ちたりすんねんで。あーほらボーン。あよし、オッケー。さあ頑張ろう。突き受けてしまった。おー見た、すげー。おーわお、ヒー、 B さん B さん B さん、あーなんかパニックった。うんそうだね。どうするの、ほんまにどうするの。何あのハク太郎、この警備員を落ち着かせるんだよ。そんななんか心理的な、精神的な治療できんの？そうちか、試してみてもいいでしょう。一か八かでこんなことやんねや。了解。このハック太郎、いろいろ試す時が来た。ということで、気になるところですが、今回はここまでにしましょう。ちょっと18分っていうことなんで、ちょっと、まあ、いい時間かなと思います。ハック太郎を家を試す時が来た。ちょっと物語にもちょっと面白くなってきそうだなと思います。さあハック太郎はどういう、ハック太郎を試す時が来た、それは次回のお楽しみに。それではまたお会いしましょう。それではよいしょ、それではバイチャー。